はい、皆さんこんにちは、かな金倉んです。はい、えー、今日の試合の感想いきたいと思います。もうちょっと今日はね、あの、携帯、あ、携帯、これ、この動画携帯で撮ってるんですけど、ちょっと携帯の充電がないので、もうちっちゃっといきたいと思います。はい、えー、今日は、です。今日は、えー、高津監督、えっ、ー、と、監督になって、初めての勝利。おめでとうございます。初勝利です。勝てたやっと勝て やっとって昨日、昨日開幕したんだけどね。はい。えー、まずは、投げては小川くん、6回2失点 9S 達成いやー、本当にね、ね私の考えは、私の心配は急でしたね、本当に。いや、もう本当に手のひらくるくるですよ。すごかった。おめでとう。してね、打っては、 ねえ、山田くん、そして昨日、えっと、山田、山田くんですね。山田くんと、山田ですと。そして、村上くん打ってくれました。村上くん。そして昨日全く打ててなかったしおみさん。ここで、ホームラン出ました。よかった。本当によかった。もう本当にみんなね、よく頑張って。で、そしてで、ね、す。で、ムネリンもね。 村上くんも守備がものすっごい良くなって、本当に良かったと思います。はい。ということで、えっ、ー、と、じゃあ、今回の、まあね、負けた時はもうなんかめちゃくちゃ先輩いってるんで <laughs>、あの、今回勝てた時は、もう誰が一番良かったかっていうのをね、えー、と発表したいと思います。今日一番良かったのは、 清水さんです本当にね、去年、本当にひどかって、なんか、巷の噂では、なんか、盾山さんの引退試合で、あの、お前が引退しろやって言ってるファンがいたんだって <laughs> はい。まあでも、それそんなかん状態でもね、頑張って、清水さんも、まあ、このオフシーズン頑張ったんでしょうね、多分。本当に、すっごい、 たた玉伸びてるし、ヒレもすごいし、本当によく頑張った。はい。本当に清水さんが絶対多分これから覚醒すると思います。はい。<laughs> いやー、本当に良かったね。はい。で、まあ本当に、ちょっと本当に今日みんな頑張った。頑張ったけど、うーん。 強いて言えば今日の、ちょっとひどかった点って言えば、まあ本当はないんだけどね。ないんだけど、強いて言えば、あの、石山くん。<laughs> あの、あ、あの、ピッチングが悪かったってわけじゃないんですよ。ピッチングも悪かった、悪くなかったし、本当によく頑張ってくれたんだけど、あのー、なんか、また地元の噂であのー、石山くん、体調悪いんだって <laughs> 本当に。あのー、うん、顔色も見たけどちょっと悪かったし、 ちょっとね、あの、無理しなくていいんですよ、本当に。あのね、石山くんがダメでも、近藤さんいるし、大丈夫なんで、会話は、まあ、うん、石山くんが撫でてくれればいいけれど、撫でてくれた方が一番いいけど、石山くん、あの、無理して撫でるところじゃないからね、本当に守、守護神だからって。本当に、はい、もう、石山くんも無理しないでね、本当に。あの、マウンドで吐いてくれたら、一番困るんで、 本当に。はい。お願いします、本当に。<laughs> ということで、えー、今日は、これで終わりたいと思います。いやー、本当に、今日は、勝てましたということで、明日も勝ちましょう明日は、えー、練習試合でも全く何て言ってなくて、何言ってなくて、もうちょっと心配してる、山田博之さんです。まだちょっと心配ですけど、明日も勝って、えっ、ー、と、2連勝して、勝ち越しましょう で,ね、で、中日終わって、1日挟んで、火曜日からは阪神戦です。はい。ということで、今日はこれぐらいにしたいと思います。チャンネル登録、下の概要欄から、高評価、ツイッターのフォロー、コメント、リクエストよろしくお願いします。んツイッターのフォローじゃないわ。ツイッターのフォローじゃないわ。まだや。多分これは、慣れが来ないと無理ですね。はい。えー、チャンネル、えっ、ー、と、チャンネル登録。そして、えっ、ー、と、この動画が良かったらチャンネル登録。そして、えー、高評価。 よろしくお願いします。以上、金倉ンドでした。バイバイ。